ということで、ファークライプライマルを続きからやっていきたいと思います。で、今回はね、村から始めてるんですけども、狩人ジーマのお話を聞けるみたいなので、一度話を聞いておきたいかなと思います。お、女の狩人の仲間かな？さあ、話、聞かせてくれ。ウィンジャの狩人たちは村のために獣を追っている。素早い狩人が必要だ。そのマンモス足を早く動かせる。狩りに加わってお前の力を見せるんだよ。なるほど。村の人たちが狩りをしてて、それを手伝えっていうような話になったみたいですね。なのでああ、そういえばサイラで、あブラッドタスクマンモスはこのサイラのミッションの多分奥側の方にあるんだな。つうことで、そうそう、ウルキもまたいるからね、やりたいんだけど。どうしよう。じゃあ軽くウルキをやった後に、今回はジェイマの、これ、やってみましょうか。じゃあまずはウルキのところ行こう。さあ、ということで、ウルキのいる場所までやってまいりましたね。で、どうやらこの上の方にいるのかな？うん。なんかすごい、戦闘してるような声が聞こえるけども。まあそれはね、今は放っておいて、私はウルキの手伝いをしに行きましょうか。ここだね。よし。ウルキ、話をしよう。あ、今なんか書いてあったけど読まなかったな。くそ！クマじゃない。クマは毎日毎日、ウルキを襲うんだ。クマはウルキの匂いが好きだからな。くせえんだな。ウルキには新しい匂いが必要だ。ウルキには新しい匂いが必要。そう、そうだ、ひらめいた。クマを怖がせる新しい匂いだ。賢い男、匂いを見つけてクマを連れてこい。クマを連れてこいだと。そうだ、分かってるだろ。うん。また土地狂った。ウルキの新しい匂い。土地狂った考えを、あれですね。さあ、おぉ、びっくりした。ということで、結構遠いところになんか目的地が、匂いの元の目的地があるみたいなんで、そこまでちょっと向かってみようかな。乗ろうと思ったのに、乗らせてくれ。君に乗ると結構早いからな。よし、じゃあ行こう。さあ、ということで、マンモスを怒らせ気味なんですが、着きましたね。で、手名付けた数、あ、手名付けないといけないんだ。サイのクソと、蜂蜜、蜂の巣、蜂蜜の巣、蜂蜜の巣ってなんだそれ。まあ、蜂の巣、あとはクマを手名付けるってのが今回のミッションみたいですね。ちょっとこれもらっておこう。で、サイの糞はどこにあるんだろう。これで見れば見えるのかな？ああ、これか。なるほどね。もう、糞を使ってなんか匂いを作るってどうなの？ちょっと臭そうだけど。あそこにもある。これもそうだね。ハエがたかってるけど。いや、サイの糞で匂いを作るって。あとね、サイは結構凶暴でね、近づくだけで結構敵対してくるんで、そこはね、気をつけないといけないですね。あそこにもある。まずはサイの糞を集めちゃいますか。よし。ということで、これがおそらく最後のサイの糞かな。5個目だね。5個目のサイの糞を獲得。で、次は蜂蜜を取りに、もっと奥へ進んでいかないといけないみたいですね。なので、進んでいきましょう。え、ちょっと戦ってるよ。やめてくれよ。さあ、ということで、おそらく、蜂蜜を手に入れられそうな場所までやってきましたね。で、おそらく蜂蜜の巣も赤く、そうだね。でもって、
いい感じにクマもいてくれるみたいですね。なので一回彼とは別れて、ここでクマを手なずけてしまいましょう。ポイ。よし、オッケーオッケー。で、クマが気を取られてる間に手なずけていく。よしよしよし。オッケー。これでヒグマ手なずけましたね。まあもうすでに仲間にいるんだけどね。なので、ブラッドファングちゃんを呼び出しつつ、この蜂の巣を回収していきますか。あれ待って。手なずけたっていうか、また呼び出さないといけないのか。なるほど。呼び出すと、まあ、手なずけてあるっていうような感じになるみたいですね。なので、しばらく、あ、待って。それだったらさ、ケイブベアの方が良くない?ケイブベアの方がいいと思うんだけど。うん。で、あとは蜂蜜を集めないといけないけど。お、ということで二つ目も発見ですね。で、最後の一つがどっかにあるから、それもまた探さないといけないけど。クマが、ヒグマがちょっかいを出してるみたいですね。ん?ということで、ラストの蜂の巣をゲットしました。よし。これで、多分あとは戻るのかな?まあ、とりあえず今はヒグマちゃんじゃねえや。ケイブベアちゃんにご飯をあげて。うん。乗れなかったっけ、この子。どうし。この子乗れた気がするけど、そんなことはないの。乗れませんね。じゃあ、ウルキンのところ戻りましょう。さ、で、前回作ったあの例の鎧を着てますけど、そんなウルキに今回は、制汗剤みたいなのをあげるのかな?ウルキが私、匂いを作るからちょっと待ってろ。なになに、どうすんの?クマに指示してウルキを攻撃させろ。なるほど。そのクマをウルキにけしかけろ。いけ。死んだウルキの新しい匂い完了ウルキ毎回こんなんだいやーもう何なんですかウルキは。いい子いい子。臭かったね。目赤い。かわいいな。よし。じゃあ、ジェイマのミッションに向かいますか。ということで、ジェイマのミッションのすぐ近くまでやってまいりましたね。で、矢が刺さってて、ここでおそらくそのミッションをやるんでしょう。ジェイマの狩人たちと共に強力なマンモスを倒せ。なるほど。ウィンジャの狩人は近い。なるほど。マンモスを倒すのか。近くなくない?結構距離あるけど。向かっていきましょう。さあ、ということで、キャンプっぽいところに来ましたね。忍者の狩人が、もうすでにスタンバってる。ここか。ナサン・ラン渓谷。で、彼女と話して、ちょっと待って、字幕出ないとわからん。狩人のリーダーと話せ。あ、これで話せんのか。タカール。マンモスが近くにいる。ここにおびき寄せて一緒に狩るね。なるほど。ここにおびき寄せて倒すっていう感じですか。で、こっちの方にマンモスがいるらしい。サーベルちゃん気をつけろよ。マンモス強いからな。サーベルちゃんでも、ブラッドサーベルちゃんでも一瞬でひねられるからな。あれか。あいつだな。で、こいつをおびき寄せたいと。うん。撃てばいいんですね。マンモスを狩人のところへおびき寄せる。まあ、とりあえずこれで体力減らせるのかどうかはわかんないですが、まあ、これで、あ、ちょっと待って。ブラッドちゃんはちょっと一回帰ってもらおう。体力の消費が激しいし、ここでね、変に動かれてしまうと、逆にこう戦いづらいっていうところはあるので、ちょっと待って。めっちゃ殴られてる。痛い痛い。矢が刺さった記憶はないけど、矢を抜いて治療しましょう。ちょっと待って。めっちゃ、
めっちゃ追われてるんだけど。で、マンモスをここにおびき寄せて、こいつらを、こいつらをじゃない、こいつを倒すんですね。よしよし、みんな撃て、みんな撃つんだ。オープンファイヤー、オープンファイヤー。危ねえ。もうエイムとかはどうでもいいから。で、やばいやばい。痛い痛い。これ走りながら回復できるのはすごいありがたいね。あれ死んだ？あ、死んだっぽい。マジ？マンモスの皮剥いでおきますか。大したことねえな。よし、オッケー。で、サーベルちゃんを呼んで、うん。いやいやいや、終わりましたね。で、こっちでジェイマーが呼んでる感じもなくて、うん。まあ、やんなきゃいけないミッションも残り少なくなってきたっていう感じでしょうか。一回村に戻りましょうかね。さ、ということで戻ってまいりました。で、これを見る感じだと、ウルキのストーリーがあれで終わったらしいですね。ウルキのストーリーがあれで終わって、ジェイマのストーリーも終わったみたい。だから、あとは3人。残り3人のストーリーとストーリーミッション。ストーリーミッションっていうか、まあ、なんだ、ウィンジャのミッション。ウィンジャのその物語的なミッションがあと3つで終了するみたいですね。はんはん、まあ結構終盤じゃないでしょうか。これを見る感じだとクリア率も 54%。 まあ見つけた収集物っていうか、収集物をね全部見つけるか分かんないんで 100% いかないとは思うんですけど、ちょっとねめんどくさいんでっていう感じかな。なのでもうそろそろ終わりも近づいてきたんじゃないでしょうか。ということで、じゃあ今回はねここでゆっくり寝て皆さんとお別れしたいと思います。ということで続きはまた次回。それじゃ皆さんおやすみなさい。夜明けまで眠ろう。おやすみ。